雪と氷の祭典、札幌国際冬季スポーツ大会の開会式です。真駒内屋外スピードスケート場に集う参加23カ国1400人の選手たち、五輪前奏曲は華やかにその幕を開けました。先生、私たち選手一同はこの札幌国際冬季スポーツ大会に参加し、大会の趣旨と競技の精神にのっとり、競技の栄光のためにスポーツマン精神を発揮して堂々と競技することを誓います。選手代表松岡章義。大会当日を飾る女子滑降競技は恵庭岳滑降コースで行われました。恵庭岳を背に眼下の支笏湖をめがけ弾丸のように滑って行きます。日本の南雲選手は1分48秒54と振るわず11位にとどまりました。全長2108メートル、標高差527メートル、平均斜度14度のコースにヨーロッパの選手は見事なスラロームです。結局、アルペンの本場、フランスのアニー・ファモーズ選手が1分42秒42で優勝。100分の1秒を争う競技だけに日本選手との差6秒はまざまざと外国勢の強さを見せつけました。日本期待の70メートル級準ジャンプは2日目宮の森シャンテで行われました。ソビエトのジェグラノフ選手のジャンプです。ジェグラノフ選手は2回とも美しいフォームで2位となりました。注目の笠谷選手は1回目84メートル50の最長不倒距離をマーク、2回目も豪快なジャンプで83メートル50を飛び、圧倒的な強さを見せて日本に初の金メダルをもたらしました。